こちらは家政婦の渚さん。家政婦？どんなに凄まじい状態のお部屋もピカピカにいたします。何かわからないことがあったら何でも聞いて。もっと上を目指しなさい。仕事ができる女性になるの。お姉ちゃんは母の期待を一身に背負ってるんです。テーブルや棚の目立つ埃を取らせていただきました。黒。私が渚さんにお願いしたのにはもう一つ理由があって。28歳になるってこんなに忙しいの？火曜ドラマ、私の家政婦渚さん。どう見てもおじさんじゃん。